るんですけど、なんか最初にくるみを演じるってなった時に、一番最初のアフレコの時に監督の足立さんから、はい、くるみってすごい見た目が身長ちっちゃいし、幼く見えるじゃないですか。でも絵に引っ張られないで完全に普通の大人の女性として演じてくださいっていう風に言われて、そう、喫茶リコリコの中で唯一ミカと対等に話せる大人っていう、そうそう、確かにそれがやっぱものすごい嬉しかったんですよ。なんか今まで私が声優の仕事でこう演じてきたキャラクターって、はい、自分の元々の声質を生かした、幼い、年齢の役を任せていただくことがすごく多くて、すごくありがたいことで、なんかやりがいを感じながら一生懸命ずっとお芝居してきたんですけど、幼く演じなくていいって言われたことがすごく新鮮で、そうだから、なんか幼い子演じるってなると、やっぱりそのお芝居をするまず根底に幼く演じなくちゃいけないっていう基礎の土台があるんですよ。で、そっから精神も自分の実際の年齢よりも幼く演じなくちゃいけない、あと声質も幼く聞こえるようにしなくちゃいけないし、その喋り方とかもその拙さを出さなくちゃいけないとか、そこからそのキャラクターを表現するために、その感情表現だったり、その役ごとのキャラクターをこう作っていく作業をやっぱり長い間ずっとしてきたから、そのくるみの幼く演じなくていいっていうのが、その今までその一番最初にあった大前提がない確かに状態でお芝居ができると、これはもう大問題だとなりまして、大事件、問題じゃない事件、自分の声優人生の中でも、なんかその吹き替えのお仕事で大人の役とかやったことあったけど、やっぱりアニメでそういう風に言われたのが本当に珍しかったから、なんかもうそのリミッターがない分、いかようにもできちゃうというか、なんていうのかな、なんかその喋り方だったり、くるみっていう役の表現の仕方が、やっぱリミッターないと、なんかこう無限大に、なんかどん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 自分の中で広がってって、どうしようってなっちゃってたんだけど、そうそう、だから割とお家でアフレコの前にタイム見たり練習したりはもちろんしてたんですけど、やっぱり現場でその生まれたものが大事かなと思って、その言われたじゃないですか、リコリコってそのナチュラルなその会話の素の感じを大切にしてほしいって言われてたから、やっぱりそれをやっぱり一番大切にしてたかな。だからくるみが話す相手がこうどう言ったかによって返し方とかもいろいろ。